どうもバーチャル YouTuber のアマトプです。今回は小倉さんが11月に開かれる大会があるんですけども、まあちょっと僕はまだ予定がわからないんで、ちょっと先に一発芸をね送っておこうかなと思います。で、前回小倉さんのとつまち配信で一発芸として、まあ、顔の上でテーブルクロスフィットをするという技をしたんですけども、何事失敗に終わってですね、まあその屈辱を晴らすべく今回もテーブルクロス引きをしていこうかなと思います。じゃあ今回はどうして外なのかと、まあ、今はね車庫なんですけど、まあ、前回は自分の部屋でしたね。なぜ今回は車庫なのかと、まあまあまあ聞いてください。まあ、前回と同じあれですね、まあ、水とコップですね、まあ、水をこの上にこの中に入れて、でね、前回と同じようにね、もう頭の上にこうコップを置いてシュッとチャラーンってね、もうコップが倒れてません、すごいでしょみたいなことをやるんですけども、まあ、今回はちょっと新しい要素を入れまして、これですね、レジャーシート、まあ、このレジャーシートの上にこのローションですね、このローションを垂らして裸足で立ちながら、その上でバランスを取りつつ、バッとねテーブルクロス引きをしようかなと思います。あれ、ちなみにこれ小倉さんがちくわぽはいの実況の時に何か猪之助とか言ってたんですけど、僕狼ですからね、狼なんで、もう次回から、ね、ちょっと今日でね狼なんだなと、成功したら覚えてくれればなと思います。じゃあ準備していきます。ちょっとね、分かりにくいんですけど、こんな感じにちょっとある分だけ全部使いました。というわけで早速やっていきたいと思います。おお、なるほど。あ、いやでも YouTuber がよくこういうネタで結構ズルって言ってるんで難しそうかなと思ってたんですけど、意外になんかコツつかんだっていうか、どっしり構えばいけますね。じゃあ早速ねやっていこうと思います。頭に敷いてお水入ってますね。できました。じゃあカウントダウンでねやろうと思うんで、3、2、1。これで許してください。